正のダイポールモード現象が発生している時の温度偏差のイメージを色で表現。ダイポールモード現象とは、インド洋熱帯域において初夏から晩秋にかけて、東部で海水温が低くなり、西部で海水温が高くなる大気海洋現象のことを言う。それに伴って起こる風や気候の変化を含み、エルニーニョ現象と同様に世界の気候に大きな影響を与えることが、 明らかになった。特にアジアあるいは、インドの夏のモンスーンに影響を与えることから、その重要性が次第に認識されつつある。インド洋ダイポールモード現象、インド洋ダイポール、ダイポール現象とも呼ばれる。1999年に、海洋研究開発機構の山形敏夫、サジエノファミドラによって発見された、太平洋のエルニーニョ現象に類似した現象である。 ただし、海水温の分布様式は、エルニーニョ現象とは、東西逆である。インド洋東部の南東貿易風が異常に強い時に、発生することが多いが、同海域の温度薬層が深い場合には、発生しにくい。インド洋の海水温変動ではエルニーニョに伴う、インド洋全域消音に次ぐ強いシグナルを持つ。研究によれば、 1961年や1994年、2021年の現象のように、エルニーニョ現象とは独立に発生する場合もあれば、エルニーニョ現象を誘発する場合もあると考えられている。通常、2年連続で発生することは珍しいが、2006から2008年は3年連続、2012から2013年は2年連続で発生している。 何らかの理由で、インド洋で南東貿易風が強まると、東側にあった高温の海水は西側へ移動させられ、また東側では、深海からの有償や海面から蒸発が盛んになるために海水温が低下する。これが、正のダイポールモードである。一方、インド洋で逆に南東貿易風が弱まると、東から西への海流が滞るため高温の 海水が東側に対流し、西側は海水温が低下する。高温となった東側では、対流活動が活発化する。これが、負のダイポールモードである。ダイポールモード現象が発生すると、インド洋の西側にある東アフリカでは、海水温の上昇により蒸発が盛んになり、降水量が増加する。逆に、インド洋の東側にあるインドネシアでは、 蒸発が抑えられるので、降水量が減少する。両地域の大気の性質は、インド日本にかけてのモンスーンアジアの気象に、多大な影響を持っているため、ダイポールモードによる大気の変化が伝播するとこれらの地域で異常気象を引き起こす。この現象はテレコネクションによって、アジア各地の気候に影響を及ぼすと考えられている。フィリピンから、中国南部、インドシナ半島から、 インド北部にかけては、降水量が増加し気象庁気象研究所の日田、K により発見された太平洋日本パターンと呼ばれるテレコネクション機構により、日本を含む極東地域では、降水量が減少し猛暑となるとされる。1994年の減少は、北朝鮮の農業に大きな打撃を与えた。日本でも1994年、2001年、 2006年、2007年、2008年、2010年、2012年、2021年などの猛暑はこの現象によりもたらされたとされている。また、モンスーン砂漠気候によって、地中海沿岸諸国の猛暑はこの現象と密接な関係があることが分かってきた。この猛暑はこれを抑えるべく、北欧からのマエストロ、エテジアンなどと呼ばれる、冷涼な風を招き、 大気を不安定にして低気圧の発生を促す。こうして形成された大気上乱はアジアンジェットと呼ばれる渦くらいの同波間を伝わって日本を含む極東域に溜まり大流圏全域に及ぶ10日中に集ま高圧域を形成する。日本付近が猛暑になる場合にはクジラの王の高気圧パターンが存在することが経験的にわかっているが最近の研究から ダイポールモード現象によるテレコネクションはこの一因となると考えられている。ありがとうございます。